衛星からの写真、バラトン湖とは、ハンガリー西部にある湖。中央ヨーロッパ最大の湖。ハンガリーの首都ブダペストからは南西に1 3 0キロメートルほどの位置にある。スラブの言葉で故障を意味するブロトが語源と考えられており、ハンガリー人はこの湖をハンガリーの海と呼ぶ。バラトン湖は、ハンガリー高地の中央部に位置し、 高気更新予の近く陥没で形成された。東西に長く広がり、長さは約7 8トル幅は5から1 2トル面積は約595平方キロメートル最大水深は約1 1ル平均水温は摂氏20度、夏の水温は26、摂氏27度に達し、冬季は水面が凍結する。北岸の水深は 比較的深く、南岸は遠浅になっている。水位の変動が大きく、春の雪解けの時に水位は最大となり、秋に水位は最低になる。平均水深は浅く、流域における土地利用の変化が顕著であるため、西部を中心に不栄養化が進んでいる。水面の色は淡いコバルトブルーで、水質は弱アルカリ性でマグネシウム、 カルシウムなどの成分を含んでいる。50以上の河川がバラトン湖に流入し、湖水は塩川からドナウ川に流れ出る。湖に流入する河川のうち、ザラ川からの流入量が最も多い。バコニュ山地に面する北西岸には森林に覆われた崖が形成され、崖の一部はティハニ半島として湖に突き出ている。半島の先端と南の対岸の距離は、 1> 約1 5キロメートル離れており、毎年7月末には、バラトン港横断アマチュア水泳大会の会場となっている。バコニュ産地は地下資源に恵まれているが、産地東端の防気サイト交渉の開発に伴って、行われているアルミニウム精錬の排水が地下水を汚染している。一方南岸は平坦な土地となっており、肥沃な土壌が広がっている。第二次世界大戦中、 この近辺地区でドイツ軍と赤軍の戦い、春の目覚め作戦が行われ、別名バラトン湖の戦いとも呼ばれる。社会主義時代のハンガリーでは、バラトン湖はユーゴスラビア領のアドリア海沿岸部と同じく、東欧の社会主義国の中では、例外的に多くの西ヨーロッパの観光客を受け入れていた。1989年8月の反ヨーロッパピクニックの直前、 ハンガリー・オーストリアの国境に敷かれていた鉄条網の撤去を知った東ドイツの人間は休暇を装ってバラトン湖に滞在し亡命の機会を待った。バラトン湖は国際的な保養地として知られ、沿岸都市は湖水浴を楽しむ観光地として賑わっている。バラトン湖沿岸の都市で最大の規模を持つ南部の都市、潮北は夏季には人口が5倍に増加すると言われている。 湖畔には、ホテル、ヨットハーバー、遊泳者などのバカンスのための施設が建てられている。北側のバラトンフィューレドは、温泉保養地として知られ、かつては、貴族、政治家、芸術家が集まる高級保養地となっていた。社会主義政権の成立に伴って、バラトンフィューレドに建てられた貴族の邸宅の多くが、取り壊され、ホルバースハウスと呼ばれる18世紀末に建てられた。 サナトリウムだけが残された。また、バラトン湖にはヘイビーズ温泉がある。バラトン湖では漁業が盛んであり、パイクパーチなどが水揚げされる。バラトン湖の北側に位置する村落では温暖な気候と長い日照時間を生かしたワインの生産が行われており、バラトンワインはハンガリーワインの名品の一つに数えられている。北岸東から順に、 バラトンケネシェバラトンフューズフーバラトンアルマーディ、アルショウルシュパロズナクチョパクバラトンフューレドティハニ、アソウフーウルベニエシュバラトンウドバリバラトンアカリ、ザーンカバラトンセペズドオレーブフューロップクーバーゴウルシュ、バラトンレンデシュアーブラハームヘジバダチョニトマイ、バダチョニトゥルデミツシグリゲトバラトンエデリチバラトンジョルーク、ボニャルツバシュヘジジェネシュディアーシュケストヘイ南岸東から、12、 バラトンビラーゴシュシオウホクザマルディサントード、バラトンフールドバールバラトンサルソー、バラトンセメシュ、バラトンデルッテバラトンボグラールフォニオドバラトンフェニベシュ、バラトンマーリアフィールドゥバラトンケレストゥールバラトンベレーニ、バラトンセントジルジ。ありがとうございます。